皆さんこんにちは、ハワイのジーノです。いかがお過ごしでしょうか。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はここはどこに来たかわかるでしょうかもうこれが大ヒントですね。これを見ればもうどこにいるかわかるのではないでしょうか。あとこの風の強さ。さてここはどこでしょうか。風が強いな。おお。てれー。あいちゃんでーす。どうもでーす。今日も風が強いですね。強いんでなっちゃってね。今日ちょっと強風だね。今日もですね、はい、あいちゃんがいるということは。ことは？ということは。お不動産。お不動産ですね。それでお不動産の中でも。オープンハウスの日でございますね。今日は日曜日でございます。日曜日にわざわざお休みの日に、うん、ありがとうございます。お仕事の日ですよ、日曜日の日。あ、そうだ、そっか、不動産の方は日曜日がお仕事の日ということで、では今日、はい、見せてもらうのはこちらの荒合のそばにあるという、コンドミニアムということなんですが、はい、ひょっとしてこの僕たちの目の前にあるこちらでしょうか。今からマリーナタワーズ。マリーナタワーズ、はい、これから行くところはマリーナタワー一本だった。今から行くところはこちらでございます。はい、シャケーこれです。それでですね、ここはロケーション的に、後ろがアラモアナセンターじゃなくてコンベンショナルセンターか。これがコンベンショナルセンターか。そうですね、そう、まあ、な、そんであそこがワイキキに入って、あ、こちら。ワイキキに入ってくる橋でございます。はい、アラモアナショッピングセンターがこっちで、ですよね。そうだね。いい。口、口みたいな感じのとこです。本当に今日強風だね。やばいやばい。では早速、オープンハウスを。はい、見に行きましょうか。じゃあ、じゃあ、僕をオープンハウスに連れてってくださいませ。はい、それでは、行って。あれ？なんて言おうとしたの？ん？なんて言おうとしたの？私なんて言った？行ってって言った？行ってって言うぞ。行って、だって行ってこようとか言ってたの。行きましょうって。行ってみようって。じゃあ、あ、じゃあ、アイちゃんに合わせて。それでは、じゃあ、オープンハウスに行ってみよう。行ってみよう。ちょっと、アイちゃん、すごい気になることが書いてるんですけども。うん、ひょっとして、こちら、こちら、オペントハウスでしょうか。ペントハウスのオープンハウスですね。はい、最上階のペントハウスでございます。最上階、おお、これも結構高いね。はい、それで行きましょう。行ってみましょう。それではマスクをつけて。つけてね。ね。マリーナ。マリーナタワーズ。あ、タワーズだった。マリーナタワーズです。それでは行きましょう。あ、リアルタワーの方？はい。お、オッケー。はい。お、オッケー。いや、シュン。いや。オッケー。ウェルカム。オーライ。入ります。どうぞ。あ、すごい。なんか、なんでしょうか、あれは。すごい。すごいね。面白い。これ面白いね。声すごい響くね。ね、ちょっと、あーって言ってみて。あー。温水プールですね、ここね。温水プールで。ぐらい日がすごい当たりない。本当だね、暑そう。素晴らしいじゃないですか。ソフトウォーターって言ってなかった今。あ、でも全然そんな異常に暑いわけではなかった。うん、いいね。なんかこのなんかプライベート感なんか良くない？ね、バーベキュービューが2台。あ、そうだね、あるね。あとシャワーがここにあるのか。なんかさ、なんかお金持ちの家の人のプールみたいな感じじゃない？なんか、個人、そうそう、一戸建ての、こじんまりとした感じが素敵。
へえ、面白い。なんか本とか作りやる。かわいい。これはユニークだな。見て、郵便ポストか。これです。すごい。なんかおしゃれ、ある意味。逆にね、おしゃれな。そうそう。あ、いや。ホイフィッシュがいる。おまえが、すごいね、これ。ホイフィッシュ出してました。わー。面白い。わー。わー、すごい、このエレベーター。着きました。おお。これはさ、どう？おお。高いね。高い。おお。怖い。なんかユニークだね、もうここが面白い。Which floor is this? Penthouse 15. 15. But really, it's about 16. 16. The lobby is two levels. Oh, 16. I see. Gotcha. Thank you. So the unit is tenant occupied. Okay. So you don't have to touch too many things because oh, okay. Yeah. Right. Yeah. Okay. So you go in there. Taking off shoes. Yes. Yeah. Shoes off. 来ました。あ、すごい、これ。おまえが、すごいね。この景色が。なんかここに鏡があるだけかと思ったら、もうこのサイズ。すごいですね。これすごいね。この贅沢感。いつも思うんだけどさ、ラナイはやっぱこういうガラスだと違うね。この景色が全部見えるから、ラナイは素敵だわ。開放感ね、ちょっとかなりオーシャンビューだしね。本当だね。あー、いいね。床がタイルですよ。なんかフロリダの家みたいでよくない？ね、スリーベッドルーム。これスリーベッドルーム、スリーバスルーム。わー、でかいね。サイズはどれくらいなの？サイズは、うん、2168。わお、でかいな。ハワイでは珍しい。すごいね、こんな大きいのハワイに。Oh yeah, it's so tiny these days. すごい、なんか新しい系のあのコンドミニアムってね、結構あのサイズが狭いんですよね、昔の建物に比べると。ここが1個目のベッドルーム。面白い。こんな感じなんだ。つながってるのね。つながってるように見せかけてつながってなかった。ないない。なんかユニークだね、これは。本当に面白い。いろんな、まだ個人のものがあるわけですね。でも景色が綺麗。これが一つ目のベッドルーム で二つ目が、うん、マスターベッドルーム。すんごい、どんだけクローゼットなのこれ。鏡とかじゃないよな、ほら全部くる。わあ、大きいな。なんかユニークだね、いろいろと。ここも屋台はないけど、うん、見えます景色が。本当だ、これ面白いね。こういう、これ自分でつけるあれだ。ウィンドウ ANC っていうやつで、珍しい。なんかよくコンドミニアムってさ、ダメなとこが多くない？これ、うん、ね。でもやっぱ昔建てられたとかね。あー、そっか、古いビルを見て。そっかそっか。まだまだね。うーん、面白い。ちょっと音うるさいけど、キンキンに冷えるから、うん、こちらは。確かにこの部屋めちゃくちゃ寒いね。確かにこのクローゼットの数はすごいと思う。でも確かに、なんでテレビがあそこにあるんだろうと思ったら、クローゼットがこんなに場所を占めてるからか。そういうことか。バスルームが一つ目のバスルームですね。これはこっちがまたクローゼットになってて、こっちがバスタブではなくてタツケイかな。シャワールームですね。そうですね、なんかタイルがすごい、ちょっと歴史を感じますね。と感じますね、こういうのとか。どうでしょう。でも絵が可愛い、これめちゃくちゃ可愛いな。そうですね、
Oh my god, wow. なんかこう、なんだろうモザイクがすごい、これこのモザイクってモザイクじゃない、あのタイルか、ごめんね、はい、お風呂だよね、なんか日本のさ、うん、お風呂にちょっと近しいものがないですか、本当にすごい、確かに確かに昔のお風呂だね、昭和の深いね、でもこれはすごい、これはユニークの最高潮ですね、最高潮、珍しいです、ハワイってほらお風呂バスタブがないからさ、ああ確かにね、ね、すごい、わおわおわお、鏡もすごいな、なんかすごい、なんかお腹いっぱいになっちゃった、え、三つ目の二個しかベッド見てないよね。ああ、アイスアイス。あ、オッケーオッケー。こんな感じだ。わあ、こっからの景色いいな。見て、ここで料理しながらみんなと話しながらパーティーがいつでもできちゃうんじゃない？どうでしょう。え、推しはやっぱりこのリビングルームですね。推しはね、リビングルームだね。この景色は本当すごい、うん、それでですね、ここがあの3ベッドルーム3バスルームなんですけど、実はここの部分が2ベッドルーム2バスルームで、もう一つ隣にあのスタジオの部屋があって、そっちもカウントしているそうです。なのでこれ一つ買うと2つついてくるんですね、ペントハウスとスタジオが。それではじゃああの見るだけ 見たので、じゃあ行きましょう。入り口の幅がすごいですね。Thank you so much. Thank you. It's pretty impressive. What? Oh my god, I'm so excited. 綺麗だよ。おお。見て。So now you get this. わあ、これすごいな。わあ。The whole thing is 1445. It's cheap. And the maintenance fee is only $775. Wow. It's so free. なんかすごいね、ここ。綺麗。ワンベッドルームみたいだね。ワンベッドルームじゃん。なんかさ、さっきのところ、なんかポテンシャルを感じるよね。すごい感じますね。こうなるよ。こうだよね、そうだよね。こういう風に変えたら、あそこの部屋もこんなモダンになるんだもん。What material is that, you know? This is just a...Final. It's over the tile. The original tile is still under. Oh, okay. We're just trying to make a more modern look. Some people want the whole thing, but other people, what's amazing about this is you can buy this and you can live in this and you can rent this out. すごいね、このドアめちゃくちゃ可愛くない？可愛いよ。このドアとかめちゃくちゃおしゃれ、超可愛い。で、ここがバスルームになります。わお、なんかおしゃれ。こっちもな、タブはないけど十分ではないでしょうか。かわいい、スタジオの部屋にこの洗濯機もついてるし、もうここがあ、さっきの2ベッドルームのペンタハウスにつながってるね。で、こっち、ここの、小さい七重があるんです。嘘、おー、おしゃれ、めちゃくちゃいいじゃん。ドン。あ、でもこれ中見えちゃうね。じゃ貸し出しするときはここをペントハウスはちょっとあのなんか物を置いた方がいいですね、あそこ。高いな。あ、モダンホテルがあそこに見える。ヒルトン。ヒルトン見えます。かわいいね。なんかすべてのなんかこういう上に。窓があるところとかで、だからすごい明るく感じるのかな。あ、ね、うん、まあ、なんかこのなんかストラクチャー的にもなんかこういうなんだろうな、ディバイドされててなんか空間が分かれてる感じがしてすごい好きです。あそこ昔クローゼットだとか開けたのか、絶対そうだ、ね、確かにね、明らかにクローゼットでしたね。ちょっと変わってるよね、間取りというか。うん、すごいユニーク。入ってすぐキッチンがあって、そこに冷蔵庫ですよ。うん、僕すごいユニークなの好きなので、僕個人的にはこの スタジオのこっちの方が好きですね。ここに住みたい。おしゃれ。わお、
だからあっちのペントハウスだけ購入してあっちに住んで、こっちをレンタルで貸して収入するっていうこともね、それが一番いいね。だからこっち住んであっちを貸すとか。わー、これはすごい、これはすごい、ぶっ飛んだ、感動しました。はい、あいちゃんこの家はすごいね。ここね、すごいびっくりすることが、はい、あるんですよ。なになに？管理費。はい、管理費がハワイってめちゃめちゃ高いです。そうね、有名ですね。なんだけど、これ全部のね、ここと隣の、うん、全部入れて、普通だったら管理費いくらぐらいだと思います？月に1400ぐらいいくんじゃない？もうちょっと高いんだけど。あ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい。でもここ月に775ドルだから、めちゃくちゃ安い。8万円ぐらい。だからちょっと日本で見ると高いよって思う。すごい、なんでだろう。プールとか小さいから、ジムとかないとか、そういうの。あ、でもジムないんだろうね。ジム、でも下に濃いのあれあったしね。本当だね、ああいうの管理費かかりそうだね、確かに。Can I ask you something about the maintenance fee? You said like 775, right? The maintenance fee. Why is that? Why is it so low? Yeah. What's the catch? Because we're very well maintained and financially sound building. We don't have any loans. We have over $2 million in reserves. Oh wow. You know, we only have 108 units. Everybody pays the same. So I own a two-bedroom unit. I pay $775. Wow, interesting. They're getting a free ride. Wow. I pay $775. Is it everybody's two-bedroom in this building? So yeah, all the rest are two-bedroom. Oh. These three sides are all 1,000 square foot units. Wow, this side huge. Is 1,080. Because on the other side there's a stairwell, and mm-hmm. on this side you have this long hall. So this is extra space here. From here over. Yeah. Uh-huh. This is extra space. So oh, that's how it goes. They would have a window here. Oh, okay. すごいな、よう喋れな。わさびがすごい説明を、やっぱ住んでるらしいんですけども、住んでるからやっぱ情報量がすごい多いね。やっぱ住人に勝つ人はいませんからね。1聞いたら100くらい入ってます。本当だね。でもありがたい、ありがたい。管理費安いね。しかもリザーブが2ミリオンもあるならね、すぐ直せるね。これエレベーターとかそろそろ直しそうじゃない？直しそう。このボタンがもう懐かしい、80年代ですよね、これは。1967年に建てられている。1967年でございます。すごい。これ押してるか押してないかわからないもんね。そろそろ直した方がいい。懐かしいんだけど、これあのこれ最近もう全く見ないよね。これ見たことない人とか多いんじゃないの？そ逆に。ここだよ。ああ。なんか謎の動画消えてった。あっちが駐車場の方かな。そうですね、駐車場。なんかこの空間不思議だね、なんかすごいよ、ロスだね、なんか。わぁ、1967年に建ってる、うん、にこれを建てたんだね。うん、すごいね、うん、この発想、すごくない？確かにそうだね。でもこういうやつとかはやっぱアップグレードしたのかな。なんかモダンなのとなんか昔のこういうのが混ざってるのがすごいおしゃれ。あとこういうのとかがかわいい。なんかまっすぐじゃんね、入り口ね、思った。確かにこういうデザインなんだろうね。ここ入り口がちょっとこうカーブ。面白い。え、出れない？ここ出れるでしょ。え？あ、こっちから出るのかな？そんなことはないか。あれ？出れないのか。どこか開かないけど。え、でもうちらここから来たもんね。来た。え？なんで？閉じ込め？
と内側から開かないの？そんな家ある？ハプニングが起こりました。出れない。住人の方とかいないかな。あ、いた。Do you guys know how to get out? The front door is locked. There's a sensor on the top. And then you have to walk past it, and then you can go to the front. No, like that. Oh my god, thank you so much. You hear like a click. Click? Oh yeah. Okay, thank you. Thank you. ハイテクでございます。すごいね。そんなハイテクで、ここも明るくなっちゃったかないね。センサー？いや、あっちがセンサーでこっちはセンサーないんじゃない？じゃあこれどうやって今？Oh shit! Do you know how to open this one? Oh, this one. Oh, you need a key. Oh shit! 優しい住人がいてよかったね。Oh my god, thank you so. Yeah.And then that's the sensor, right? Yeah, the sensor is the white part. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah. Yatta. ここから取り直し。あそこのセンサーに当たらないとダメなんだ。センサーだね。そこに行かなきゃいけないの。おお、すげえ。わお。ある意味ハイテク？初めて見たかも。まあまあでも面白いです。すごいユニークに、さらにユニークに、ユニークに磨きがかかりました。面白かった。不思議だったけどすごい面白かった。したらじゃあ次は、あの次はこっちのあっちだ、はい、お隣さん、二軒隣、お隣さんかな、お隣さん、はい、に行きましょう。きついわー。I love your mask. 見て、リアルタってここに書いてる。これすごいね。なんかさ、徒競走できるよね、ここで。あいちゃん、いいじゃん、ここいいでしょ。